街よ人を笑顔を守るため、私実は消防団員。岡山県久米郡美咲町に住む斉藤信康さん39歳。普段は板金業を営む斉藤さんも消防団員として地域の安全を守っているんです。なぜ消防団に入ろうと思ったのでしょう。父親が消防団に入っていまして、その姿が大変誇らしかったのもあり、それと地元の人からの勧めもあり、消防団に加入しました。今は仕事も共にするお父さんの安和さん。町を守るその背中を見て育った斉藤さんも、自然と地域の安全を守る消防団員を目指すようになったそうです。消防団は地域における消防防災のリーダーとして、平常時非常時を問わずその地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担います。全国に2211団、およそ86万人が消防団員として活躍しています。そのうち 72% が会社員などの非雇用者、学生や女性も活躍しています。仕事との両立は難しくはないのでしょうか。日曜日や、平日の夜を主に活動しています。また消防行事などは可能な時に参加させていただいております。仕事や家族の都合などで全ての活動に参加することが難しい人向けに、市町村によっては機能別消防団員分団制度を設けているところもあります。このように自分たちの特技や適性を生かした形で参加することが可能です。普段はどのような活動をしているのでしょうか。火事が起きた時の、後方での、消防署への、後方支援であったり、地元の、火災などが起きないように、啓蒙活動を行っております。捜査始め。万が一災害が発生した場合には、火災現場での消火をはじめ、救助救出、警戒巡視、災害防御など様々な仕事があります。その時のために普段から消火の方法を身につける操法訓練や、こちらは美咲町消防団の広報者です、日頃から火災への注意を呼びかける普及啓発活動を行っています。この時から目を離すことはありませんか。消防団のみんなと、火災が起きた時とか、地元の活動を行った時、それをみんなでやった時の、達成感が、消防団のやりがいです。地元の、みんなと、知り合えたとこですかね。上は、50代、下は20代と幅広い年齢層の、仲間ができたことが、大変良かったと思います。社会人として、父として、そして消防団員として、斉藤さんは今日も大好きな町と人を守っています。地元の仲間とともに地元のために活動することができます。大変なことはありますが、皆さん一緒に頑張っていきましょう。あなたの住んでいる町のためにあなたの力を貸してくれませんか。消防団員募集。